見事 KO 勝利で帰ってこられました山本昌司選手、おめでとうございます。ありがとうございます。試合終わっての率直な感想をお願いします。率直にはもう初めてなんで、もう嬉しいしかないですね。あと緊張してたんで、まあ安堵、安心したっていう。安心しましたか、はい、お疲れ様です。また今後の 展望とか、どうしていきたいかとかありますか。今後の展望は特に考えてなくて、もう全部代表の上に広務にお任せしてるんで、はい、なるほど、はい、またこれからも頑張ってください。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとう。ぶちかましたぜ。見事な一本勝ちを収めた小林少年選手に来ていただきました。おめでとうございます。おめでとうございます。さて、試合終わっての率直な感想を聞きたいと思います、はい、どうでしたか。はい、先ほどのインタビューでも言わせてもらったんですけど、今まで打撃で決めたことしかなくって、こうやって一本で決めてすごく嬉しいです。はい、なるほど、まさかの一本勝ちということですね、はい、おめでとうございます。では次はフライ級の決勝戦ということなんですけども、決勝への抱負というか、はい、気持ちとか、はい、あれば聞かせてください。はい、決勝まだ相手決まってなくて、誰が出てくるか分からないですけど、どんな相手でも絶対に勝ってフライ級のチャンピオンになるつもりなので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では決勝戦また頑張ってください。ありがとうございます。小林少年選手でした。はい、どうぞ。はい、見事一本勝ちを収めました牧田選手、来ていただきました。おめでとうございます。ありがとうございます。試合終わっての率直な感想をお願いします。当日計量が56で久しぶりだったんで、ちょっと不安だったんですけど、多分もうちょい行ったら足つけましたね。はい、かなり厳しかった。そうですね、思った以上に。次はストロー級なんで、久しぶり、5年ぶりぐらいなんで、僕シュートを52でデビューしてるので、ちょっと結構久しぶりなんですけど、はい、調整して、ノブ選手と一緒に知っていきたいと思います。なるほど。では、もうストロー級、王座決定戦が控えているということで、はい、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。また今後の展望とかありますか？そうですね、僕も35なんで今年、もうラスイヤーぐらいで思ってるんで、それも含めて52本来の回転に落とすんで、ちょっと勝負の自信がありますので、なります。はい、頑張ります。ありがとうございます。いや、これからまた頑張ってください、はい、牧田選手でした、はい、おめでとうございます。見事一本勝ちを収めましたワードックケージファイトフェザー級チャンピオンのタクマックス選手に来ていただきました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、早速試合を振り返ってどうでしたか、率直な感想をお願いします。福田君、出会い頭一発あって、まあ、強いなと思ったんですけど、まあ、やられなくて結果的には良かったです。まあ、一発がある挑戦者ということで、はい、一番の気をつけたこと、何かありましたか。一発、そうですね、一発、まあ、もらわないようにっていうのは意識しましたね。まあ、だからタックルに行こうとか寝技でやろうとかそこまではなかったけど、まあ、一発もらわないようにっていうのは、まあ、意識をしてやりましたね。それぐらいかな。なるほど、はい、また今後の展望とかございますか。今後は、まあ、そうですね、まあ、これで一回防衛してで、まあ、初めて男になったのかなと思うんで、ここからまたよその外のというか、呼んでもらえる大会でしっかり勝ってるように頑張りたいです、はい、なるほど、ありがとうございます。では、まあ、これからまたどんどん狙われる立場で、はい、別の大会で上を狙っていく立場だと思います。これからもバリバリ頑張ってください。タクマックス選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。頑張ります。おっす。